熱血コンサル基礎産業。土地を購入するときに一部無地盤があるのですが、融資受けられますでしょうか？これはなかなかあれなんだよね。一概に受けれますとも言えないところで。これ水路とかのことやろ？ね、確か無盤地ってね。水路の現況がどうなっとるかっていうことなんだよね。実際にね、住宅ローンとか組んだりするときに、水路がまああってね。で、間口があって、水路があってさ。で、水路のところにこう、渡りがあってさ。その向こうがこう、坑道とか、いうようなことがあると、まあ、それはちょっと満額は出ないかもしれないけど、融資は結論出ると思うね。で、これがその、陣取りゲームとよく似てて、まあ、基本こう、坑道が走ってて、この横にこう、水路が走ってて、この水路の横にこう、要は土地建物がこう、あってね、坑道のところに対して自分の間口がね、隣接してなかったとしても、そこをまたいでこう、出ることができるとか、そういう話であれば、掛け目は入るかもしれないけど、まあ、融資は出るかな。逆にね、こう、無番地じゃなかった方が怖いんだよ。他の人の名義になってたりとかね。いうふうなことになると、道路認定されてなかったら、そこをまたぐことができないわけじゃない。そこは融資は出ないということになるんだよね。これなかなか難しい問題なんだよね。俺も昔よくこう、住宅ローンの借り換えとかよくやってた時に、やっぱりこういう、田舎に行くとこういうとこってたくさんあるんだよな。だからこの水路をまあまたぐところで実際現況こういう風になってますみたいなことを現地の写真撮って送るんだよね。で、この人の属性がまあこういう風な形でしっかりしてるからまあ融資出してくださいみたいな話であればまあ通るってことになるかな。組み立て方、土地購入のその資金に関しては、その融資の組み立てが 70% です。実を言うと、普通の事業性融資の資金調達っていうのは、まあ、借り入れする人、属性が、まあ、40% っていう考え方なんだけど、土地購入資金に関してはどっちかというと、組み立てでも7割ぐらいいっちゃうかな。まあ、逆に言うと、自己資金がそんなになかったとしても、しっかりこうした収益性がある土地建物を買ってる人っていうのは、やっぱりその、硬いよね。硬く出るっていうケースがあったりするから。組み立てが 70%。 だからこういうのは逆にね、チャンスなんだよ。他の人が敬遠するような土地なんだよね。だけどそこはこういう形で利益を生んでくれるということが分かるのであれば、絶対買った方がいいっていう案件だと思いますよね。会長が過去に携わった案件ですごく難しかった不動産の案件はありますか？いっぱいあるよ。もう、まあ、今は結構そんなになんかポピュラーなやり方なんだけど、昔本当に不動産絡みでっていうのでよくあったのが、もともと奥さんが一人の時にキャリアウーマン時代にね、住宅ローン借りててさ。で、まあ家買ってるとするじゃん。そしたらまあ10年、20年、まあ15年とかでしょうか？そうするとまあ結婚してからさ、子供ができてさっていう頃になって借り返したいって言い出したよね。でも奥さん専業主婦だからね、所得ないじゃん。だけど、旦那の所得で返さないといけないってことになるでしょ？そしたら、旦那の名義で借り換えるってことになると、奥さんは債務免除益が立つよね。まあ、こういう案件が難しかったね。結局ね、負担付き贈与っていうやり方を使うんだよね。残ったその資産と負債かな。奥さんが払ってきた部分の資産と、その、残してる負債と、旦那さんがこれから引き継いでいく負債と資産っていうのを調整して、110万円以内に抑えるんだよ。で、それを、まあ、信用金庫時代だったから、信用金庫の顧問税理士に一応見てもらってね。そして国税上がりの人だったから、そこから国税に見てもらって。まあ、これだったらいいんじゃないのっていうような見解を受けて、で、実行したっていうケースがある。どっちかというと不動産周りでっていうのも割とたくさんあるんだけど、他にあったのがやっぱりあれかな、建物を取得した後に、これ前ちょっと言ったかもしれんけど、担保管理をやってるところで違うものが建ってたとかね、なんかゴルフ場とかさ行くとっていうのがあるかな。ゴルフ場の取得とかいうことになるともうこんな感じになるからね、当本がね。あれ毎日カルタ取りだよね。そういう風な案件はあるかな。まあ何にせよ
土地建物を買うときっていうのはやっぱりそれなりにはまあ事務が結構かかるよね。だから最近は土地建物を買うときに融資するときに銀行も融資手数料取るようになったよね。俺の時には取ってなかったからさ。けど最近なんか融資手数料取るようになったからやっぱすげえなと思ってた。やっぱそんだけ大変なんだよね。ただそうは言っても、その諦めることなくやっぱりやればいい土地建物であれば、絶対チャレンジした方がいいと思う。こういう案件ほどいい。というふうに思います。自己資金ない人は、特にこういうところをしっかり絡んでいった方がいいかな。なんでかというとね、お金持ってない人の方が、お金を借りれるところの物件っていうのはいい物件だったりするんだよ。そういう人ほどいい物件を持ってる。俺もね、だってあれよ、アパート、今大家さんやってるから、まあ全国いろんなとこ行ったよね、毎週週末ね。もう富山とかさ、いろんなとこ行ってから今の物件は落ち着いてるけどさ、やっぱりこう自分で見てからこの物件だったらっていうふうに思って買ったもんな。やっぱりその辺の考え方って非常に大事なのかなと思います。今回の話なんだけど、何の話でもそうなのよ。設備投資するときっていうのは、設備の目的っていうのが大事なんだよね。その目的がしっかりしてるのであれば、ちゃんと資産価値があるものであれば、ちゃんと融資は出ると思う。しかるべき年数でね。いうふうに思います。知らん事業にこう M&A とかでお金出すよりも、絶対こっちの方がしっかりしてると思う。資産買うわけだからね。こういうふうなところで、まあ、今買いたいとかいうようなことでお悩みの方がいれば、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、お問い合わせをよろしくお願いします。それとね、やっぱり普段からこういう話ってやっぱ勉強していかないといけないと思う。ね。今度ね、うちの、メンバーシップ、グループコンサルやってるんですけども、毎月1万2000円でちょっとやってるんですが、全部のね、全部というか、例えばセゾンファンデックスとか駿河とか、そういうところも含めて、だいたい9行か10、9行ぐらいかな。9つぐらいの、金融機関、ノンバンク含めてね、不動産投資をやるときの考え方よね。基準の一覧みたいなものを作って、ちょっとみんなで勉強しようというふうなことになってます。やっぱりこういうのを勉強していくことによって、耐用年数をどういうふうに超えてね、借り入れすることができるのかとかね。そういうふうなことを勉強していきたいと思っておりますので、ご興味のある方はこれもね、概要欄にリンクを貼っておきますので、お問い合わせいただければと思います。それで、ね、まず一回ちょっと、無料で、ズームをちょっと私と組ませていただいて、これはお互い、有意義な時間組めそうだなと思ったら、ぜひね、ご参加いただければと思っておりますので、よろしくお願いします。